花粉症なん。花粉症なんですよね。ああ。しかも今年からなんですよね。マジで。はい。蕁麻疹じゃないけどなんか。とかも出てきて。マジで。うわ、アーティストで花粉症って最悪だよね。ぽいっすよね。うん。全然ないけど。そのことどうでもいいですけど。はい、どう？これ出してから。いい感じですよ。なんかアルバム通してもちろんケンタらしいメッセージもあったけど、あそもそもそのあの AK でもマッチョでもないって言ってて、はい、文句あるなら電話してって言ったからここに来たんだけど。あ、文句言いに来たんですか。電話にしてもらっていいですか。直接電話の方があの、はい、あだから電話でしょうかね。電話なんで、あの手段が違った。受け付けてないです。あそれはね。直接面談は受け付けてない。面談は電話で、はい、予約してるんで。電話だった。はい、かかってこへんなと思いながら待っては一応いるんですけど、ね。はい、でもこれすごいよね。13,000円って。確かにさ、なんかこの CD なんか2500円から3000円ぐらいみたいなさ、うん、なんか常識、うん、なんかもう気づいたらそうなってるけど、うん、確かにこのケンタの言うように、まあ、別に価値って俺たちがこれ 俺だったら6900円だ6900円だって言ったら、うん、それはそれだよね、はい、うん、そう思いますよねやっぱり、うん、でしかもこれメジャーでこれやったって結構すごいなと思って、うん、俺は言うだけなんですけどね。やりたいって。俺ね、やるって言ってくれたレベルもすごいと思うんだよね。プレミアム感すごいじゃん。でこのカードあったらなんかできるとか。できそうですよね。でもこれ今後に使えるよね。今後に使えたりするね。このカードを持ってきたらっていうさ。はい、でもたまにこの前もなんか原宿でなんかこの絵を飾ってギャラリーみたいなして。うん、あ、俺それ動画見た。あ、ですか。うんうん、それでなんかこれ。持ってきてくれた人になんか写真撮ったりとかはちょっとやったり、これからなんかまあライブワンマンやるときとかなんかいろんなことに使えるようにはしたいなみたいなとか思ってます。ハンヤとかカンヤクレバじゃない AK マッチョチブラでもない荒野パブロにはちょっと早い文句あったら電話ちょうだい。今回13にすげえこだわってるじゃん。リリースも13で、はい、13,000円で、はい、客演も、まあ、ケンタ入れて13と。そうです、うん、はい、13にこだわったの。なんで、なんでやったかな。不吉な数字じゃないですか、まあね、13と言われてるじゃないですか、うん、なんかそれをなんか逆境、うん、あの跳ねのけるかあのみたいな感じの意味で、うん、13に。ね、どんどんそうなっていったんですけど、初めは結構フューチャリングアルバムみたいな感じでちょっと考えて、いろんな人と作りたいなと思ってて、うん、なんか途中からそういうコンセプトがどんどんそっちになっていって、あ、なるほどね、はい、うん、でもこの客エンジンもね、なんかもう今この新旧合わせてヒップホップの中でホットなメンツがみんな入ってんじゃねえかなぐらいのね勢いで、結構キルミーとかハンニャとやったキルミーとか、はい、あのリリック攻めとったね、なんかストリート、聞いてくれてるんです。聞いとるて、聞いとる聞いとる、はい、ストリートケンちゃん、はい、戻ってきた感じだね、はい、結構なんかフューチャリングって俺結構気楽でなんか、なんか、うん、言いたいこともバーって言うし、なんか、まあ、その場で一瞬で書けるじゃないですか。意外となんか気に入る曲が多くて、今回の曲とか結構アルバムなんか気に入ってますね、うん、自分で。なるほどね、楽に書いたっていうか、なんかね、フューチャリングの時ってなんかこのソロの時に出ないバイブスみたいなの出るよね。出ます出ます。不意にいいさ、はい、パンチライン出たりとかさ、はいはい、今回作ってみてなんか苦労した曲とかあんの？やっぱこんだけのラッパーとやるって、うん、意外と大変じゃないですか。まあまあまあ、なんか、うん、だから結構時間かかったなっていうのがありましたね。あ、結構時間はかかった。かかりました。いつもまあ、大体まあ3ヶ月ぐらいでギュッて作ることが多いんですけど、なんか結構やってましたね、今回なんか最近映画作ってて、映画と同時になんかこのアルバム作ってたのもあったんですけど、なんか1年以上は作ってましたね。ハンニャの曲が一番初めに作ったんですけど、1年とかハンニャのが一番初めだったんだ、はい、もう1年以上前。あ、マジで、はい、あ、意外と長期間作っとったんだね、はい、うーん、シーダーマッチョと作るのなんか大変でしたね。あ、本当。連絡取るの大変ですもんね。こっち側の、まあ、こっち側の人間なんで、はい。マッチョくんなんかもう押しかけましたね、家まで。マジで。遊びに行っていいですか。
でもフューチャリングやる気が多分なかったっぽいことを周りから聞いてて、人と今なんかやる気ないみたいな、うんうん、なかなかあのネスポッサリーなと思って、一回横浜遊びに行きたいんですけどって言って家まで行くって、そうなんだ、この音でどうすかって言いながら書き始めてから早かったの、もう家行ったら夜中まで一緒に話したりとかしてて、うん、で帰ったら朝の7時にリリコぐらいで来ました。マジで行けば早いやと思って、さすがやなラッパーと。すごいな、天才タイプだ、はい、シーダも連絡なかなか取れるんだ。シーダ君取れるんですけど結構こだわり強くて、うん、まあすぐなんかもっと新しいの取りたいみたいな、だい何週間か経ったらもう一回 これ取りたいみたいな、うん、違う曲とか書いてきたりもするし、なんか面白いな。だから俺シーダと曲やる時点でなんか結構あの不思議な気持ちで、なんか一緒に曲やる時は来ると思ってなかったんで、なんかなぜか、でもなんかねすごい痛快な感じだったね。おしゃれなところもあるし、ケンタのその昔から歌ってる、はい、やっぱこの今聴いてるキッズとかヘッズたちの状況からやっぱり来てるし、俺もそうだと思ってるんだけど、はい、そういうやっぱりそういうやつらの目線でそいつらがなんか胸が熱くなることもそうだし、うん、おしゃれなところもそうだし、うん、だからあとそのなんかね怖いなってのがだね、花垣を怒らしたら怖えぞっていうのも、うん、入ってたし、春日の狂犬に言われるくらい春日出すなでも、あのね、結構一番初めから見てくれてるじゃないですか。まあ、そうだね。こうインタビューされしてもらうのは感慨深いというか。だからそれね、すごい俺もこの話もらった時にすごい思い出したね。はい、うん、あの時に健太と喋ってたこととか、あの時の健太の感じとかもなんかすげえ思い出したね。うん、まだアキラちゃんとも出会ってへんし、リュウソウ君ともまだ、そうだね、やってない時やったじゃないですか。うん、そうだね。立派になったな、エケ君も働いてるガソリンスタンドまで俺エケ君迎えに行ったことあるんです。本当だね、ガソリンスタンドでバイトしてるからそこまで怖いって言われて行きますって、秋を取りで車乗って行って、うわ本当だね、はい、俺んちにねちゃんと来てましたよ、一番初めに住んどったアパートにさ来てね、カレー食ったりとかしてたもんね、はい、で親戚の人とか お姉ちゃんとか、あそうだね、はい、来てそうですよ、泣けるわ、泣けますよね、本当だね。おこれがね、今ザ・キングっていうタイトルを背負ってね、こんなアルバムできるようになったって本当すげえな。こんないいところでね、ここからバルコニーにソファーもバーン置いてあるけど、はい、うん、いいな、バーベキューしましょうよ。あ、できるの？できます、呼んでよ、いつでも呼んだ、来てくれるか、来る来る、女の子、結構女の子も呼んでくれますか、呼ぶ呼ぶ、ありがとうございます、それ呼ぶよ、それはナキとか行くよ、行って、いつ空いてる、明後日とか空いてるのこれもまあ、まあまあ俺フレキシブルだから、どうか私そのタイプこう見ると価値あるでしょ、うん、ね、わがね、普通に書いてます、ね、なんかおしゃれな飾り方ね、こう来たらなってましたねこうなったんだね、これ何だかね、こういうね、スタジオ遊びしに来てくださいよね、ちょいいじゃん、ここで軽く、あ、そうです、あ、こうへくんって呼んで、あ、こうへくんって呼んで、よろしくお願いします。え、ブースはどっち、あ、これね、はい、今さ、俺もすげえ考えるけど、CD って多分本当なんてコアファンのなんかものになりつつあるじゃん。うんうん、今の時代まあ便利なんだけどね、ストリーミングとかでいつでも気になったら聴けるし、まあ、YouTube でも聴けるし、うん、まあ、そういう中で CD ってさ特別なもんになってきてるわけじゃん。うん、だからなんか俺なんか今回のケンタのやり方はなんかすげえ理にかなってるっていうか、今の時代のなんかすごいいいやり方なんじゃないかなってすごい思ったけどね。うん、こうやってやっぱ手に取ってくれる人がやっぱりこのアナーキーのことをすごい深く愛してくれてる人や、うん、その人たちにちゃんとこのアートワークとなんかその曲の価値みたいなものを
あちゃんとダイレクトに伝える、うん、1万3000円で売ってるじゃないですか、うん、iTunes で2000円いくらで買えるのがなんでやみたいな、結構文句もある人もいるっぽいですよね。うん、それどう思ったん？俺もさ、これ俺もそう言うやろうなと思いました、うん、そうだよね、はい、でもなんか俺物に価値がつけたくて、うん、音楽は安くて聴けても俺はいいなって俺は正直思ってて、うん、これをその1万3000円の価値と思って買ってくれる人が俺一番嬉しくて、うん、音楽は全員が1万3000円出して聴くものじゃない気がして、ただでもいいと俺は本当は思ってて、うん、まあ iTunes でも1万3000円できるならそうしたいっていう気持ちもあったんですけど、うん、まあ、それは実際できなくて、うん、値段決まってるじゃないですか。ああ、そうかそうか。だから聴く値段っていうか音楽の価値をつけられるまではなんか自分の中でまだいけてないんだなっていう気持ちはちょっとあって、ただ物はやっぱ画家と一緒でこの物が1億円って言ったら1億円じゃないですか、うん、俺なんかそういう気がしてて、うん、ただなんか物に価値つけられたっていうのが俺はなんか今回良かったことです。でも何枚売れようがもうなんか今回ほどどうでもいいことが俺的にはね、うん、ないんですよね。うん、はい、なるほどね、はい、いやでも本当にこれが1万3000円って価値つけたっていうのはマジ新しいと思うけどね、はい、うん、でもそうなっていってもいいと思いますね、うん、みんながいくらって言おうが、ね、うんうん、なんかあめっちゃパン詰めてます、あすいません見た俺が悪いです、めっちゃ見えたんです、うちの新人スタッフのパンツ見んといて、はい、めっちゃ見えたんです、ほんとすいませんね。これもやってで映画も公開されて、はい、でツアーも始まって、はい、で今後はどうしていきたいとかあるの？まあこの 1% もワンパーで作ったもそうなんですけど、なんかいろいろ自分が作りたいもの、ものづくりはしたいなと思って、うん、映画もその中の一つなんですけど、なんか音楽、まあ、音楽には全てつながるとは思うんですけど、うん、なんかいろんなことをしたいな、アナーキー的なプロジェクトをの中でもまだそのブループリントが、はい、あのガンガンあんのか、はい、その 1% としてな、まあ、あのさっきね紹介してくれたレオンとか、はい、ウィリー・ウォンカとか、うん、そういうやつらのそのビジョンのこととかも含め考えてんのか、はい、うん、どっちが強いの？アナーキー的なプロジェクトもまだ全然、まあブループリントある感じやん、まあ、僕はでもその時その時やりたいことの方が結構でかいタイプで、なんか先を見るっていうか今なんですよね。でもさっき紹介したレオンとかウィリーとかはこの先がすげえ楽しみやし、だから自分にできることがあったら何でも教えたいし、俺にできひんかってことできるのが彼らの世代とか彼らやと俺は思ってるんで、うん、そこはなんか期待と俺の期待超えてくれたらなんかすごいことができるかなと思ってて、もう本当にね、もう二十歳そこそこだから完全にニュージェネレーションだからね。うん、穴脇が、あ、健太が社長なの？いや違います。あ、違うんだ。はい、社長。社長ある。これ社長って柄じゃないんですよ。壊れるでしょ、俺社長。すぐ壊れますよ。はい。社長穴開き、はい、やばいね。俺自由に飛び回ってるタイプ。名前からして社長になったらいかないわよ。穴開き。うん。